今日はルートの掛け算やろう。ポイントね、ルートの掛け算、ルート a かけるルート b、こんな式があったら、実はすごく簡単。同じ屋根の下に入れて、a かける b、ルート a かける b、この形にしてしまえばオッケーだよ。じゃあ問題見ていこう。じゃあ例題ね、次の計算をしよう。丸一見ていくと、ルート二かけるルート三。 さあ、これはどう計算するルートの掛け算はラッキー問題だね。同じルートの中に入れて、掛け算にしちゃえばオッケー。つまり、二かける三は六だから、ルートの六。これが答えになるよ。ルート二かけるルート三は、同じルートの中に入れて、掛け算にしちゃえばオッケー。じゃあ、二番見ていくと、ルート三かけるルート七。これもルートの掛け算はラッキーね。三かける七を、同じルートの中に入れよう。 そうすると3721だからルートの21とこれが答えねじゃあ三いくとこれも同じねルートはとにかく同じ屋根の下に入れちゃって 8×2 としようそうするとルートの16となるんだけどここで終わりにしたら間違いになっちゃうよ。ルート16ってこれ書き直せるよね。っていうのは 4の2乗だから、うん、この場合には4ときれいな形にして終わりにしようじゃあ次4番マイナスの今度マイナスでできたねでも同じだよまずマイナス×プラスだから符号はマイナスでルートのここは同じ屋根の下にいらっちゃって 5×3 そうするとマイナスのでこれが答えだよ じゃあ練習ね次の計算をしよう見ていくと1が2 6じゃあ計算するよまず符号を考えようマイナスとプラスかけてるからマイナスねでルートは同じ屋根の下に入れることができて2 6これを計算するとマイナスの12これが答えねじゃあ2番今度はマイナスルート3かけるマイナスルート2。 符号かからら考えようママイナスとマイナナスススとプラスでルートの中身は 3×2 をまとめちゃってルート6これが答えだよじゃあ3番ね今度はルート 6× ルート5同じ屋根の支点に入れちゃって 6×5 計算すると6530だからルート30これが答えねじゃあ4番ね マイナスルート7かけるマイナスルート13マイナスとマイナスだからまず答えはプラスになるで、ルートの中は掛け算だったら一緒にまとめちゃっておくよね7かける13計算するとルート91とこのようにルートの掛け算はこれまでの掛け算とほとんど同じだよ今日のポイントねルートの掛け算は 同じ屋根の下に置て掛け算するこれだけ覚えておけば大丈夫だよ